怖いです。助けてください。今ビジネスホテルにいます。私の部屋は10階です。6時頃チェックインして10階までエレベーターで上がり、自分の部屋まで行こうとしたら、ある部屋の扉が開き、ハゲの190センチくらいある男性が出てきました。私は気にせず自分の部屋に入りました。部屋でゆっくりして8時頃夕食を食べに外に行こうと思って部屋を出ました。エレベーターに乗ったら7階で止まりました。誰か入ってきました。6時頃に見たあのハゲの男性でした。おそらく間違って7階に降りてしまって自分の部屋に戻ろうとしてるんだなと思いました。しかしよく考えてみたら、今私の乗っているエレベーターは下の階に向かうものです。じゃあ外出ようとしてるのかと思いました。私が1階で降りました。男性も降りると思ったのですが降りませんでした。しかも男性はただ真正面を見ているだけで、私が降りてしばらくしてもボタンを操作しようとしていませんでした。そして10時頃ホテルに戻ってきました。1階のエレベーターでボタンを押してエレベーターを待っていました。すると後ろに誰か来ました。あのハゲでした。影に隠れていたのか知らないがいきなり出てきました。私がハゲの顔を確認すると、やはりずっと真正面を向いているだけです。私は恐怖を感じてロビーに引き返し、他の客が来るのを待ち、その客と一緒にエレベーターに乗りました。そして10階に着きました。ハゲがいるのではないかと緊張していましたが、ハゲはいませんでした。走って私の部屋までたどり着き、今この文章を打っています。あのハゲは何なんですか？偶然鉢合わせただけですか？それともストーカーですか？とりあえず明日の朝まで部屋からは出ません。いや、ただのハゲでしょう。今誰かノックしました。ハゲですよね絶対。という夢を見た。